焼き物、カマス、味噌、ゆがん焼き、遠野芋、ぎんなん、稲穂です。先ほども本当に途中で入ってこられて、ちょっと慣れてます。いただきます。なるほど。あ、塩味風味。こんなん初めて食ったな、この米のポップコーン。美味しい。せんべいに近い味。せんべいとかおかきみたいな。これあんじゃん、油で揚げた。あんな感じ。やっぱ素材は一緒だから。みんな、うまそう。かます、こんな飾り包丁ってさ、こんな焼き方あるんだ。みんなに苦い。いただきます。うまっ。これ遠野芋ですかね。芋もうまっ。何遠野芋って初めて食ったな。なんかこう、なんだろう、これコロッケみたいな、すごい何も入ってないプレーンコロッケみたいな。でもじゃがいもじゃないんだけど、じゃがいもコロッケでじゃがいもを練っていろんな混ぜたのを、その練らない状態でそのままのコロッケみたいな。楽しんで食べたいと思います。